アルノー・トゥルナンはフランス・ルーベ出身の元自転車競技選手。チームスプリントでは長らくフランスチームの不動のアンカーを務め、夏季オリンピックではシドニー大会の同種目で金メダル。世界自転車選手権の同種目では実に9回の金メダルを獲得。また、1キロメートルタイムトライアルも世界トップクラスのレベル。 世界選手権では1998から2001年まで4連覇を達成。加えて2001年はスプリントでも優勝し、同大会の三冠王を達成。通算14回の世界一の座に就いた。トゥルナンがスターダムにのし上がるまでの短距離界といえば、全身をフルに使う形の双法が主流とされたが、この双法だとトップスピードを維持できる時間は限られている。 トゥルナンの走法は、一度スピードに乗せてしまえば、比較的長い距離にわたって、トップスピードを維持することが可能というものであり、テオボスや、クリスホイといった選手たちもこうした走法であることから、現在主流の走法のパイオニアとも言うべき選手である。2001年10月10日、ボリビアのラパスキロメ 1km タイムトライアルで58秒875の当時の世界最高記録を樹立した。 2008年開催の北京オリンピックを最後に現役引退。その後、コフィディスのコーチとなった。ありがとうございます。